こんにちは、こんばんは。ヘロの数学チャンネルです。今日は皆さん一度は見たことあるであろう、ライフゲームを作っていきます。正式名称は、イギリスのコンウェイという数学者が考案したので、コンウェイズ・ゲーム・オブ・ライフと言います。ゲームとついてはいるんですが、実際はこうやって初期状態を決めて、あとは眺めて楽しむだけのプログラムですね。で、ライフゲームの何が楽しいのかというと、ライフゲームでは、とある世代に対して、ルールに従って次の世代を作るんですけど、そのルールが野生動物のシミュレーションになってるんですね。具体的には、一箇所にたくさん動物がいたら、過密すぎて、餌がなかったり、ストレスが溜まったりして、個体数が減っていきますよね。かといって、過疎すぎたら、個体数を維持できなくて、まあ、やっぱり減っていきますよね。ちょうどいい数の時だけ、そのまま個体数が維持されるか、もしくは増えるわけです。このルールが単純なのにもかかわらず、極めて複雑な挙動をするから、ライフゲームは楽しいわけですね。さて、これからライフゲームを作っていくわけですが、今日はガチ初心者向けということで、一行ずつ丁寧に解説していきます。プログラミングがわからなくても、視覚的にわかるように解説するので、まあ工場見学のつもりで気軽に見てください。で、プログラムを書いてみたいという方は、ぜひ自分のチャンネルにある講座を見てみてください。では本編行きましょう。さて、プログラムのひな型から始めましょう。これは P5 のウェブエディターで、新しくプログラムを作った時のひな型と同じです。キャンバスを少し大きくしたいので、Create Canvas 関数の引数を少し増やします。Background 関数は、今回は MyFrame 画面を塗りつぶすわけじゃなくて、とりあえず1回だけ塗りつぶせたらいいから、Setup 関数に移します。さて、クラスを作ります。ライフゲームの一つの世代を表すクラス。まあ、要はこれを丸ごと表すクラスを作ります。世代は英語で Generation なので、適当に頭の何文字かを取って、ジェンとします。一つの世代を表すには、セルの数だけ変数が必要です。このようなまとまった変数を表すには、配列を使うと便利です。そのために、cells という配列を作っています。さて、一旦動作確認しましょう。もしデバッグツールを使える人がいましたら、ぜひ一緒にやってみてください。デバッグツールの使い方は、こちらの動画で紹介しています。さて、今定義したジェンクラスから変数を作ってみると、その中身は期待通りではないですね。このセルスの配列が一直線になっちゃってます。プログラムと違いますよね。どうしてこうなるのかというと、プログラムの改行は人間に読みやすくなるようつけているだけだからです。JavaScript さんから見ると、このプログラムはこう解釈されています。改行が無視されるんですね。だからデバッグツールではこのように一直線に表示されるわけです。今直面している問題は 3×3 で考えると一直線上に9個並んでいるセルをどう XY 平面と対応づけるかという問題です。これは1対1で対応していれば何でもよくて、例えばこんな感じで時計回りに対応させてもいいし、こうやってジグザグに対応させても構いません。ただ、プログラム的に一番扱いやすいのは今から述べるやり方です。原点を0として、そこから X 軸に向かっていって、で、端まで来たら折り返して、同様に X 軸へ向かっていって、折り返して、というやり方です。こうすると、何番目のセルをどの座標と対応づければいいのかを簡単に計算できるからです。というわけで、N 番目のセルの座標の計算方法をこれから解説します。まず X 座標はさっきのやり方を思い出してほしいんですけど、3個ごとに折り返していましたよね。つまり X 座標は0120120120って感じになってほしいですね。これはこのチャンネルではおなじみの乗与を使えば簡単です。さて、Y 座標はどうでしょうか？このように3個ごとに1増えてほしいんだから、まず3分の N という式が思いつきますね。ただし小数部分が邪魔なので、フロアという関数で小数部分を消します。これで完成です。今言ったことを踏まえて、セルを全部書く関数を書きます。まず、セルが全部0だと、プログラムの意味がなくなっちゃうので、適当にライフゲームではおなじみのグライダーという形を作っておきます。そんで、ドローという関数を追加します。すべてのセルを描画したいので、いわゆるフォア文を使います。ただし、講座で紹介したやり方よりも、ちょっと特殊なやり方をします。講座で紹介したやり方では、このように、セルそのものしか変数 C に入ってこないんですけど、今回はセルの添え字、つまり何番目のセルであるかも知りたいですよね。この添え字をもとに座標を計算するわけですからね。そこで、配列が持つ Entries という関数を使います。すると、添え字と要素がペアで変数 P に入ってくれます。
ただし、ペアのままだと扱いづらいので、添い字は変数 i、セルそのものは変数 c とします。これは JavaScript の分割代入という機能の応用です。この動画では詳しくは触れませんが、動画説明欄に詳しい解説を貼っておくので、気になった方は読んでみてください。非常に便利な機能です。さて、話がちょっとそれましたが、今度こそセルを全部書く関数を書きます。この i から x 座標と y 座標を求めたいので、何分か前に図解したこの式を使います。ただし今回は 3×3 じゃなくて 8×8 だから、まず x 座標は i もっと8とします。ただし JavaScript では乗与は元ではなく%という記号を使うのでそこだけ注意です。y 座標は3が8に変わることだけ気をつければいいですね。あとは計算した座標をもとに P5 の rect 関数で矩形を書くだけですが、これはキャンバスの座標形、すなわち左上の隅を 0,0 として、右下の隅を 480,480 とした座標形での座標を渡さないといけません。先ほど考えたセルの座標は、X も Y も0から7までの値しか取らないので、キャンバスに書くには小さすぎます。そこで一つのセルのキャンバス上での幅、W という変数を作ります。これは10でも20でもまあ構わないんですけど、キャンバスいっぱいに描画するために、キャンバスの一辺をセルの一辺の個数で割って計算しました。で、レクト関数の引数は、最初の2つが矩形の左上の XY 座標で、続く2つが幅と高さなので、最初の2つはそれぞれ W×X と W×Y、続く2つは W をそのまま使えばいいですね。そして、今作ったドロー関数を1回計算するようにしましょう。すると、矩形が画面いっぱいに描画されます。あとは C が1のところ、すなわちセルが生きているところだけ描画するようにします。すると、配列の内容通りグライダーが描画されます。画面がちょっと寂しいので、背景色とかを変えていきます。まずこのサイトで背景色を選んで、で、RGB の中身をコピーして、Background 関数の引数にペーストします。そして、セルを塗りつぶす色を選んで、RGB の中身をコピーして、Fill 関数を追加して、その引数にペーストします。最後に、セルの枠の色を選んで、RGB の中身をコピーして、Stroke 関数を追加して、その引数にペーストします。すると、描画がちょっと綺麗になります。さて、ライフゲームのルールを実装していきましょう。手始めに次の世代を作る関数を作ります。後でちゃんと作るんですけど、この関数で作った世代であると一目でわかるように、とりあえず配列の fill という関数を用いて、セルが全部1である、すなわち全部のセルが生きている世代を返します。そしてマウスをクリックするたびに次の世代を計算するというプログラムにします。まあ別に何でもよくて、例えば時間で進むようにしてもいいんですけど、とりあえずデバッグがやりやすいようにマウスで制御可能にしました。ではそのプログラムを書いていきます。P5 ではマウスがクリックされた瞬間に mouse pressed という関数が計算されます。なのでその時画面を再描画するようにします。まず変数 G は何回も使い回すので一番外側のスコープに避難させます。で、残った奴らをマウスプレスと関数にコピペします。ただ、同じプログラムが2つあると、例えば背景色を変えたい時に、この2箇所のバックグラウンド関数をいじんないといけなくなって、まあクソなので、新しく redrawAll という関数を作って、それを呼び出すようにしました。最後にマウスをクリックした時にだけ世代を進めるようにします。これで一旦実行してみましょう。まず最初の世代はちゃんと描画されていますね。で、クリックするとちゃんと次の世代が描画されました。さて、全部塗りつぶすのではなく、ちゃんとライフゲームのルールに従って次の世代を作ってみましょう。例えば次の世代のこのセルは現世代では死んでいますが、3個の生きているセルに囲まれているので次の世代で生まれます。このセルは現世代では生きていますが、周りに1個しか生きたセルがないので次の世代で死にます。このセルは現世代で生きており、周りに2個の生きたセルがあるので、次の世代でも生き延びます。という計算を全てのセルで行うと、次の世代を計算できます。これをそのままプログラムにすれば良さそうですね。
さて、現世代を T、次の世代を N と置きます。で、ループを使うんですが、今回は添え字を主軸に置いた方がやりやすいですね。同じ添え字で T と N 両方のセルを見たいからですね。ここまではいいんですけど、この if 文の中を書くには、周りの生きているセルを数える関数が必要です。図解するとこういう関数ですね。この関数をこれから書いていきます。まず二重のループを書きます。これは何をしているのかというと、点 A、B をこのように順番に変化させています。なので、A、B の位置にあるセルの精子を調べて、で、生きてるセルの合計を計算結果とすればいいですね。座標から添え字を計算するには、3×3 とかの小さい具体例から考えると、この式が求まります。というわけでまずは、座標から添え字に変換する関数を書きます。今回はセルの並びが 8×8 と正方形なので、一辺の長さはセルの総数の平方根とします。で、座標が範囲外の時は添え字ではなくマイナス1を返すようにします。これがまあ後々役立ちます。で、こちらに戻って今作った関数を使って添え字を求めます。で、生きているセルを数えるための変数 L を作って、座標が範囲内かつセルが生きている場合だけ L を増やします。今回はセルの精子を0か1で表しているので、添え字の位置にあるセルをそのまま加算するだけで OK です。ただしこのままだと中央のセル、まあ、要は X、Y の位置にあるセルも L に影響してしまうので、それは後から引いて調整します。さて、やっとここまで戻ってくれました。のっけからお詫びなんですが、フォア文の条件が間違ってました。ここの相性なりが抜けていました。で、気を取り直して、現世代の添え字 i のセルの周りにある生きたセルの数を L とします。これがライフゲームのルールの肝ですからね。で、ちょっと待てよ。これ、添え字 i から x と y を計算しないといけないですね。あーめんどくせえ、マジで。というわけで、さっき xy から添え字を計算する関数を作ったのと同じノリで、添え字から xy を計算する関数を書きます。これはドロー関数を作るときにやりましたね。だからまずそれをコピペします。そんで X と Y を関数の計算結果とします。これで完成としてもいいんですけど、セルの一辺の数が8固定だと、後でセルの数を変えたときに困るので、セルの総数の平方根で求めるようにしておきます。で、コピペするだけでは同じプログラムが2つできちゃうから、こちらは今作った関数を使うようにします。さて、今度こそ大詰めです。現世代の添え字 i のセルの周りにある生きたセルの数を L とします。で、現世代で死んでるセルは3個の生きたセルに囲まれている時だけ次の世代で生まれる、復活する。まあ、言い方は何でもいいんですけど、とにかく次の世代で生きたセルにしたいから L が3の時だけ1を代入します。そんで、現世代で生きてるセルは2個か3個の生きたセルに囲まれている時だけ次の世代でも生き延びる。まあ、生きたセルにしたいから、L が2か3の時だけ1を代入します。さて、これで完成のはずです。クリックすると次の世代が、ライフゲームじゃなくて日本シミュレーター作っちゃったかな。まあ、冷静にデバッグしていきましょう。まずここに、ブレイクポイントを貼って、次の世代 L の中身を調べます。これが全部0になっちゃってますね。なので、N を作ってから、ここまでのどこかがバグっていそうだなぁとわかります。そしたら、深掘りしていきます。デバッグツールでは、JavaScript さんが関数を計算する過程も見ることができます。どういうことかっつうと、この式を計算するとき、内側の関数から計算されるんですが、その関数を計算する過程も調べられます。そのやり方は、この Step into Next Function Call というボタンを押します。step into という名前の通り、中に内側に入っていくという意味です。すると、一番内側の関数である index という xy 関数の計算結果を見れます。適当に進めていくと、各変数の計算結果がわかりますが、特に異常は見当たらないですね。なので、今度は逆に、step out of current function というボタンを押します。step out という名前の通り、外側に出ていくという意味です。すると、さっきの式に戻ります。
ここでまた step into のボタンを押すと、まだ計算していない lives around 関数の計算過程を見れます。ここで x と y がおかしいことに気づきますね。 x がなぜか配列になっていて、 y は undefined となっています。これがバグの原因と見て良さそうです。さて、こうなってしまう理屈を解説します。まず2つの引数の和を返す単純な関数を定義します。ここで f カッコ3カンマ5の計算結果はどうなるでしょうか。当然8になりますね。では引数を配列としたらどうなるでしょうか。こうなります。何が起こっているのかというと、 a には3カンマ5という配列が入って、 b には何も入らず undefined となってしまいます。だからこれは配列足す未定義という謎の式になって、で結果も謎になるわけですね。正しくはこうします。スプレッド構文を使います。これはいわば配列の中身を展開する。今回の例で言えば、配列の最初の要素が A に入って、次の要素が B に入るという感じです。このスプレッド構文も分割代入と同じく非常に便利な機能なので、ぜひ動画説明欄の解説を読んでみてください。さて、今の理屈を踏まえてバグを直します。index と xy 関数で x 座標と y 座標という2つの変数を返すために、つまり関数の計算結果とするために配列を使いました。この配列を lives around 関数にそのまま渡したのがまずかったわけですね。 x が配列となって y が undefined となってしまうからです。そこでスプレッド構文を用いて配列を展開してやります。すると今度こそ完成です。仕上げに 8×8 以外のサイズにも拡張可能にしておきます。まずここに8という数字が残ってしまっているので、ちゃんと一辺の長さにしておきます。すると正方形である限りいくらでも拡張可能になります。そこでライフゲームでは有名な形である銀河を作ってみました。またクリックじゃなくて自動でアニメさせるようにしました。腕に自信のある方は冒頭で紹介したグライダー銃と呼ばれる形もね、ぜひ作ってみてください。プログラムの解説は以上です。もし動画やチャンネルが気に入ったら、動画説明欄にある欲しいものリストから飯とかを送ってもらえるととても助かります。もちろんコメントも励みになります。すべてに反応するのは難しい規模になってしまいましたが、ほぼ 100% 読ませていただいてます。それでは長時間ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。では。